助手のズンダモンです。助手の四国メタンです。今回は2024年3月に廃止される愛山駅の現地調査の模様をお送りします。愛山駅は1960年昭和35年5月2日に愛山仮乗工場として開業しました。愛山の地名は1897年明治30年に入植した人々が愛知県と山形県出身であったことに由来します。ということで VTR スタート。もうすぐ愛山駅を通過しますが、今回の旅の中で愛山駅を訪問できないので別の日に愛山駅に訪ねた模様をお送りします。急遽愛山駅にやってきました。愛別マップとは開けっぱですでした。閉めると、まあ、反射するんでこういう状態です、はい、JR の文字が書いてあります。失礼します。見えますね。ブレーカー完備、 LED 電球完備です。この木のベンチが独特ですね。素晴らしいです。カレンダーも完備、デクモ対応完備と、この踏み台の多さが脚立と踏み台ですね。あとこれは地元のゴミステーションのものでしょうか。ほうきも完備です。あ、こちらもベンチが完備ですね。ですね、この形状がいいですね。ということで駅ノートを見つけたので書いていきたいと思います。恒例のベンチに座ってぐる。はい、ありがとうございます。ぐーぐー、このブルーシートが中に置いてあるっていうのは初めてですね。まあ横にゴミステーションがあるのでこういったものもあるんです。ちょっと立っちゃいましたね、すいません。で、愛山結構するんですね。ということで、まあ、右側は自家用車止めてるのでちょっと回せないんですが、ベンチに座ってグーでした。ありがとうございました。道路を渡るときは左右確認いたしましょう。でホームに入っていきたいと思います。木です。あー、でも豪華な木ですね。上川方面には大雪山が見えますね。上川方面、朝旭川方面が多くて夜上川方面が多いんですね。
愛山。ちなみに目の前はすごい国道です。うん、で、向こうにはズームしますね。愛山小学校前のバス停があります。戻します。端っこに行けば映らないですね。すごいですね、雄大な大雪山が見えます。この時間列車はないということで、ということでちゃんと左右確認して、踏み込み確認して、道路に隔てられた駅舎っていうのはなかなか普通ではあります。また入ってきました。面白いですね。致し方ないかなっていう感想どうしても抱いてしまいますが、電気があるんです。素晴らしいじゃないですか。来年の3月まで見守っていきたいと思います。どんありがとうございました。失礼いたします。この列車っていうか止まらないはずなんですよね。3時台空欄になってたので通過列車です。特別快速北見ですね。